これは今年4月の JR 豊肥線原水駅の様子。菊陽町にある TSMC の工場に最も近い駅で、多くの通勤客が利用していました。おはようございます。じゃあその奥のバス停になります。この原水駅を含む豊肥線の熊本肥後大津間の1日の平均乗客数は昨年度12,889人で、 JR 九州が民営化した1987年度と比べ大幅に増加しています。現在豊肥線は単線で運行されていますが、 TSMC の進出の影響で今後さらなる混雑が予想されています。県は交通渋滞解消のためにも鉄道の積極利用を呼びかけていて、豊肥線の輸送力が上がり利便性が高まることを望んでいます。そのため JR 九州と一部区間での複線化を視野に入れた協議を検討するということです。木村知事は、交通渋滞を解消していくためにも公共交通機関の充実というのが必ず必要になってきます。より輸送力を強化していただくことが熊本の未来にとって必ず必要だと思っていますので、ぜひ JR には前向きに進めていただきたいと思っております。 JR 九州は現時点で決まっていることはないが、豊肥線の機能強化の必要性を検討しているとしています。 JR 九州が言う機能強化の一つが駅ホームの改善です。熊本市東区にある東海学園前駅は、東海学園前駅にはホームと線路が一つずつしかないため、列車がすれ違うことができず、周辺の駅では通過待ちなどの時間が生じているということです。時間の調整ですぐ発車できなかったりとかするから、もうそういう時はちょっとイライラします。乗る人とかもうかなり増えてきてるんで、なんかその線路を増やしとかして対策するっていうのはやっぱりまあいいことなんじゃないかなというふうに思います。駅で上り列車と下り列車がすれ違えないため、周辺の駅で列車待ちの時間ができ不便に感じている利用者もいます。そこで東海学園前駅でホームや線路を増設できないか、県は JR 九州と協議したいと考えています。まあ、渋滞解消に、ね、期待が高まりそうですけども、この鉄道、そもそもこの複線化の話が出てきたのは何でなんでしょうね。はい、その背景にあるのがこちらです。空港アクセス鉄道、JR の肥後大津駅と熊本空港を結ぶということなんですけれど、こちらは2034年度の完成を目指しています。豊肥線からの分岐なので、アクセス鉄道ができればもっと利用者増えそうですよね。はい、ただそうなんですが、現状として熊本空港利用者のおよそ半数が車ということなんですね。ですので豊肥線の利便性を高めて渋滞解消につなげたいというのが複線化の県の狙いになります。ただ県は複線化ありきではなく、豊肥線の機能強化も図っていきたいとしています。ですからいろんな選択肢を検討してベストな形で利便性が向上したらいいなと思いますね。欲しいという声も上がっているようですしね。